おととい大阪府内の墓地で行われていたのは墓じまいの供養クレーンで墓石を撤去しお骨を取り出して整地されるまでわずか2時間そのお骨が向かった先は。 こちらになりますね。樹木葬の形をとっておりましてですね13年経った後に永代供養の方に切れ替わる形になっておりますお骨を桜の木の下に埋葬する樹木草最初の13年間は個別に埋葬されその後合紙に永代供養料込みで65万円から135万円この霊園で一番人気という。 最初から合同のお墓に納めてっていうのは、あのやっぱりその皆様、心理的にこう寂しいと思われる方が多いので、まあ、何かこう、モニュメントを設けてお参りされるっていう方が多いかなというところではあります厚生労働省の統計では、お墓から遺骨を取り出す階層の件数は、2020年度が12万件弱、10年間でおよそ1.6倍に増えた。 宗教観自体は年々あの若い世代になるごとにまあ薄れてきてると思いますね。お参りとかにもそのまああんまり行ってないみたいなお話も聞きますので、変わる日本人の宗教観。その影響は歴史ある寺にも。こちらには信長が奥さんの死に際して。 ま涙をを流して西方をえずっと眺めていたという記録が書かれております創建1384年織田信長の側室が眠る愛知県の旧正寺で役員を務める駒秀夫さん信長や豊臣秀吉の側近として仕えた生駒家が代々この寺を管理してきた。 その十九代目にあたる生駒さんが下したある決断。まあ、本堂の解体をしまして。いわゆる宗教法人法上の解散の手続きを行っていき。寺の解散。自治体から耐震補強を求められたが。 地区100年近い本堂は建て替え以外に方法が見つからずそのための費用を用意できなかったのだ寺の住職を務めながら全国の寺について取材する宗教ジャーナリストの鵜飼氏建て替え費用の不足で廃寺となるケースが今後増えていくと予測する旧正寺の場合は完全に建て替えということでしょうけれども。 あそこまでのですね融資あるお寺ですと、1億、2億ではなかなか難しいというようなことがまあ想定されますけれども、そうなってきたときに、じゃあ、誰がお金を集めるんだと問題になるのが、資金を寄付することで、寺のの運営を支えてきたの不足だ例えばその住職の家族が、そのお寺で生計を立てていくためには、大体300件えぐらいは必要です。 百件とか二百件レベルではですね、えー、億単位の資金が集まらないということになってきますね。旧正寺の弾貨は現在わずか七件。戦後近隣にある八つの寺と弾貨の奪い合いを避けるため積極的な布教活動を控えてきたという特別な事情が影響した形だ。まあそもそも弾貨がさんがいないと集めることをしないと。 いうことからですねまあ、人形ができない状できていない状況なんですね寺が解散するとどうなるのか島根県の山奥を訪ねてみると世界遺産岩見銀山にも近い島根県の金光寺というお寺があった場所に来ていますこちらですね全国で初めて宗教法人の解散そして廃止の手続きが行われまして現在は国有地となっています 草が生い茂る中に残るのは本堂だった建物かつてあった山門などは取り壊され黄金色の仏像が並んでいた本堂の中は荒れ放題に金光寺は2013年に住職が亡くなった後の後継者が見つからず 段による話し合いで解散を決定宗教法人法の規定で去年全国初となる国有化が行われた仏像や墓石などは撤去されたが建物は倒壊しても周辺への被害がないとして放置されたままだ住職が亡くなられた時にはもうご慈悲だけでは。 賄えないといとった状態でしたね寺の檀家総大だった大谷久さん檀家はおよそ20件で住職が存命だった頃から寺の経営は厳しかったと話す解散に踏み切ったもう一つの理由が地域の過疎化 2005年には529人いた寺周辺の人口は現在3割以上減少した総大さんの年齢を考えてみますとやはりあの1年1年皆年を取りますし今のうちにやっておかないといかんという実際これで良かったのかなと思うと多分。 良かったんじゃないかという宗教ジャーナリストの鵜飼氏は空き寺の解散が今後増えると指摘するその理由は宗教法人の土地あるいは建物がですね第三者の人たちの手に渡ってしまうとう税制上の優遇がありますね 例えば、えー、法人税ですとかあるいは固定資産税当然これがですね管理されていないような状況だと悪用されるケースがあるんですね愛知県の旧商事本格的な解体作業が始まる予定だった今週月曜日再び訪ねると高南市の方から工事を中断してくれという依頼がありまして建物の一部に 信長も生きていた天正年間の木材が使われている可能性があるとして、調査のために工事が中断、生駒さんが他の檀家と現場を確認するとこれななんんでですすかか僕は柱と思ったけど天正時代の木材が使われていたと見られるのは、なんと玄関先の踏み台。みののみ入れ方 もうこの辺りが、どうもテンション年間。そうなんですか。全然、気にも止めずに、スリッパで踏んでました。これは。宗教法人を解散する方針に変わりはないが。土壇場で見えた一筋の光明その建物、の一部だけでなくってですね。まあテンションメーのものは、あのいくつもありますんで、多くの協力が。あの。 あれば、まあ、そういったものもより良い形で残るのかなというのは思っています。